シーアカデミーの雰囲気を教えてください。なんだろう、こうやっぱみんなが一つの絵というか、こうやっぱチームっていう感じでっていうのは俺はすごい感じた。まあそうだね。全然思ってなさそう。みんな、いやでもなんか、みんな仲いいし、いじり合うし、でもグラウンド入ったら、まあ俺とかレオとかは結構やっぱ割とこう人にも強く言うタイプだから、まあグラウンド入ったら入ったらやっぱそこは関係なかったですし、まあでもすごくやっぱ仲良かった分、グラウンドでのお互いの信頼感も厚かったんで、本当そのチームっていう感じがすごい強かったっていうのは、まあ俺も共感できますね、そこは。新美さん、まあ割と、なんだろう、監督のサッカー感をこう押し付けるっていうよりは、選手たちに考えさせてというか、僕たちが主体です、結構サッカーをやらせてくれるような感じだったっていう、一人一人の特徴もやっぱこう生かしてくれてたというか、まあ、あとは本当すごくこう気にかけてくれたりとか、まあ俺なんかはよく試合中もすごい喧嘩してて、新美さんとなんかすごいそういう思い出もあるんですけど、まあ、指導者としてはすごくこう今でもやっぱり本当にいろんなものを教えてもらったというか、すごく感謝してます。自分は特に何かあんまり意識はしてないんですけど、やっぱこういろんな人に言われるから、アカデミー出身選手だから何だろう、意識せざるを得ないっていうのはあるんですけど、その分だから自分はあんまこう意識しないようにはしてるんですけど、まあどっちがいいのか分かんないんですけど、まあ僕もそこまで強くは気にはし、あの意識はしてないですけど、けどまあ、大先輩の高岡洋平選手が、僕はずっと彼を見てきて、同じまあ、ユース出身っていうのもあって、まああいう選手になりたいなってずっと思いながら見てて、やっぱり僕も高岡選手の背中を見てきた分、やっぱり今のアカデミーのキーパーたちにもやっぱりああいう選手になりたいなっていうふうに思ってもらえるようにやっぱりやらなきゃいけないっていう、まあそういう責任感も自分は感じていて、またこうこのチームに育ててもらった分、それはやっぱり結果でこうトップで試合に出て活躍して、やっぱそれをこう恩返しとしてやっぱしたいなっていう思いはあります。同い年だよね。そうです、同期入団だよね。入団っていう感じだよね。そうです。お互いはどういった存在ですか？いないときが良かったら、いないときの方が良かったっすわ。本当は言えない。やっぱそう、いや俺は言えますよ。こういうツンデレなんで。いやまあでも誰が見てもまあ仲いいっていう風には多分思われますし、まあなんかこういうなんかいつもふざけてる2人みたいな感じで見られがちですけど、2人でもやっぱりこうサッカーが大好きで海外志向もあって、なんだかんだ言って結構まあたまにちょっとこう熱い話する時もあるんですけど、やっぱなんかこう、まあ、本気で選手として上に行きたいっていう思いは人一倍強いと思いますし、なんかまああいつ頑張ってるから俺も頑張んなきゃなって自然にこうなるような存在ですね。なんかね、それを思ってた。そう、そうっすね。なんかやっぱ、クラブにいるときは、やっぱこう、基本ずっと いるし、なんだろう、こうふと気づいたときに、
ろ助けられてるかなっていうふうには思います。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい怖いよね。そうだよね、別々で言う時にね、やっぱ俺は多分俺自身もそのこうなんか自分にも期待している部分もありますし、だからこの一戦に対してもそのなんかすごい期待はしているっていうか、一緒にこう上に上がっていきたいなっていう部分はあるから、うん、そういった部分ではそのなんだろう、辛い時とかこうなんだろう、うまくいってない時とか、目標がこう見失いその時っていうのは多分どうしてもあると思うんですけど、そういう時にやっぱり死んだりするし、ああやっぱ、頑張んなきゃなっていうふうになるから、そうですね、まあ助けられてる分は何らかの結構多いかなっていうふうに思います。そうなんですね。そうなんですよ。高め合える存在ってことですね。じゃあ続いてですね、アカデミー時代から変化した部分。変わってないですね。変わってない。多分そのアカデミーの中でも、こう自分たちは自分たちのコルテキスでは、中ではガルハルというか、自分を持ってるタイプだから、いい意味でも悪い意味でもアカデミーのその3年間崩さずに来たから、まあそういった部分でプロに上がってる部分もあると思うし、まあ損した部分もあると思うんですけど、多分。なんだろう、自分の武器だったりとか、自分の特徴っていうのは、こうプロになっても、曲げずにこれだと思うから僕たちは、だから今こうやって、横浜してくれてできてると思いますし、だからアカデミー時代から変化した部分で言ったら多分体のね、体の方が大きくなったから、そうだね、2人ともね。まあ俺は、まあ、そのシュートストップだったりとかは、まあ、最初こうトップ上がった時はやっぱりこうスピードと高校生とじゃスピードは全然違うんで、止めれなシュート止めれなかったりとかでちょっと苦労した部分もあったんですけど、まあ、あとはさっき の, そのメンタル面で言えば、骨もレオも何か言われてシュンとするタイプではないので、レオが言った通りそのいい意味でも悪い意味でも水分をお互い持ってて、ただやっぱこうお互いちょっとこう感情的になっちゃったりしすぎる時もあったりとか、まあ実際にユース時代なんか何回喧嘩したか分かんないような感じでしょうけど、まあでもやっぱりそのさっきの話につながると思うんですけど、こうやっぱ選手として上に行きたいって思ってる限りはやっぱそのメンタル面っていうのは間違いなくやっぱりこう大事だなと思いますし、そこはこれからも崩さずにやっていきたいなと思います。向こうに逆にちょっと改善した方がいいかなってお互いの部分である。えこれお互いの方がいいんですか。そうそうそう、お互いのお互いのそう、まあ、直した方がいいと思う。まあどうなんですか、生活、生活面って言ったらまあそのやっぱ先輩との接し方っていうのは自分たちは多分苦手な方だから、お互いに、あ、そうなんだ。そう、なんか結構みんなにヒヤヒヤするって言われるから、そう、一緒に長くいて自分たちのこと分かってもらえたらそんなに大丈夫なんですけど、多分、ただ初対面とか、多分お互い気をつけた方がいいかなっていうふうに思います。どうかです。アカデミーの選手たちへ伝えたいこと、特徴っていうのを。持ってそこを絶対に崩しちゃいけないし、譲っちゃいけないっていうのはプロになれない選手だったりとか、うまいのにそのやっぱプロじゃの練習に来た時にその自分の特徴を出せない選手だったりとか、やっぱりプロになってから自分の特徴を消してうまくなじもうとしちゃった選手とか、まあ、少なからず見ているので、同い年とかやっぱその大卒の選手だったりとか、自分の武器っていうのは必ず持たなきゃこの世界で生き残れないですし、そのプロで同じ特徴の人がいてもそこはやっぱ勝っていかなきゃ生き残ってはいけないと思うから、
そのプロになるよりもそのプロになってからの方がやっぱすごい大変だし難しいと思うから、その特徴っていうのは、消さない努力だったり、何に言われても動じないメンタル、やっぱ若い時はみんなにワーワー言われるのは絶対だし、その中でやっぱ縮こまっちゃったら終わるし、だからその自分の特徴っていうのは絶対持ち続けてほしいなっていうふうには思います。ちょっと全部言われちゃったんですけどまあでも一番思うのはやっぱりそのさっきも言った、まあ、メンタル面ですね。やっぱりこう上手くても結局トップ上がってなんかちょっとミスしちゃったとかなんかちょっと言われちゃったとかですぐ自分のプレーをやめたりとか、自信なくしちゃったりとかすごいもったいないと思うんですよ。だから結局まあ横浜FCのユースでちゃんと練習してれば絶対技術は身につくと思いますし、だからみんな多分上手い選手ばっかなんですけど、じゃあそこからこうもう一個上に行くためにはやっぱりその本当メンタルっていうところがすごい大事かなと思って、まあもともと僕はすごいメンタルは弱かったんですけど、まあそのアカデミー、まあ、ジュニアユースからユースに上がるその間でそこのメンタル強さっていうのはすごい身についたなと思いますし、それは今でもこう役立ってるので、レオが言ったその特徴、これだけは誰にも負けないとか誰にも譲らないっていうのを持ちつつ、やっぱそのメンタル面っていうのもやっぱ大事にしていってもらいたいなってすごく思います。いつも横浜 FC を応援いただきありがとうございます。横浜 FC フットボールアカデミーでは学生サポート基金フェニックスクラブの募集をしています。未来の横浜 FC 選手の応援をぜひお願いします。